中にはですね、きちんと申告を受け付けないという労働局もありまして、かなり圧迫的な、強圧的なことが起こっていると、はいはい、でこの点は大臣もね、どんどん申告してほしいと、市民が対応すると言われたんでね、はい、ぜひ。でこれ4点を私たちに要請をしたいんですが、一つは申告についてですね、速やかに調査に入って必要な指導助言を行うと、で速やかに結果を報告すると、そうですね、で途中結果も報告するようにしてほしいと、はいはい、ただ2点目はですね、この確認されればですね、口頭であっても文書であってもですね、申告権を認めてですね、不受理ということはないようにしてほしいと、はいはい、全て申告を受けさせてほしいと、から3つ目はですね、是正の内容ですけども、私たちは期間制限を超えて働かせている場合は、当然直接雇用にする責任が生ずると、正社員する責任が生ずると考えますけども、厚生労働省が出している、ね、通達でも直接雇用の推奨ということは、そうなんですね、言っておられますから、ぜひ直接雇用を進めるという方向での、ね、指導を迅速にやってほしいと。わかりました。だから最後にですね、体制がですね、大変だと、いい声がたくさん出ておりまして、体制の強化はね、ぜひこれは必要だということを、この4点ですが、はい、まずできるだけ、必要な助言をきちんと与えるように指導しますし、親身にちゃんとこれは対応する、はいはい、で労働局によって窓口によって親切さの度合いっていうか、それが違うっていうのは申し訳ないと思いますから、それはきっちりと指導したいというふうに思ってます。それからあとですね、違反事例についてこの申告の問題がありますけれども、まあきちんとこれも法律に基づいて労働省が申告してくれると、それで違反の事実があるということで、まあ、あと立会人とかなんとかがおられなくても、そういう方がちょっとなかなか表現しにくいっていうようなことがあれば、もうプライバシーを守りながらきちんと指導しますんで、ぜひ事例があったら私のところでも院長や教義先生の方から、こういうひどい扱いを受けたからね、例えば言葉が不自由だった時によく理解してもらえなかったので、個々の事例をですね、ぜひ挙げていただければ、一つそれは適正に是正をしたいというふうに思ってます。体制がね、強化がね、体制全然足らないですよ。今度、今経済対策、今から細かい詰めをやりますけど、その中で次の補正でなんとかこれが慣れたつようにちょっと努力をしたいと思ってます。はい、1点だけなんですけどね、第1、第2、第4点はですね、大体共通の認識を得られていると思うんですが、第3点は通知ということをおっしゃったんですけども、偽装請負いというのは、そもそも定職日を逃れるための違法行為ですから、そうです、通知が行きようがないんですよ。だからね、これはその形式的な問題にこだわらないので、やっぱり実態を見てね、実態がもう、期間制限を超えてるってところで、見て指導していただきたいと。だからもうね、偽装であって、確実に法律違反だっていうのは、これはまあ、個々の企業の名前言ったりとか、それはもう国会でも答弁できないですけども、それはいちいち公にしませんけども、かなり厳しく、ちょっとでも労働者から申告があって、偽装やってるよ、こういう違反やってますよ、我々法律って武器がありますから、徹底的に中に入ってやれってことを言ってますんで、通知文にこだわらないでね、直接雇用の推奨っていうところまで通達おっしゃってるわけですね、やっぱ促す方法でぜひやってほしいと、それは約束していただきたいですね。ですからそこはとにかくもう法律の文言に従って、きちんとやりますので、本日ですね、舛添厚生労働大臣とお会いし、派遣労働者のこの間取り組んでいる直接雇用正社員化を目指す取り組みに関する要請を行いました。それでこの文書は同時に麻生総理にも手渡すような段取りを取りました。それでご報告しておきたいと思います。それで私の方から申し上げたのはですね、文書をお渡ししてありますが、この間ですね、
派遣切り、機関工切りがですね、いよいよ深刻な事態になってきております。それで厚生労働省自身が明らかにしている数値でも6月までに19万人が失職するという数値も出されております。でこの下で非常に重大なのはですね、私の2月4日の予算委員会の質疑でも明らかにしたようにですね、多くの派遣切りに遭っている労働者がですね、期間制限の3年を超えて4年、5年、6年と働かせられた挙句の解雇になっていると、すなわち違法状態の派遣で働かされた上での首切りになっているというのが非常に重大な点であります。そういうもとでですね、今全国各地で派遣労働者がですね、違法派遣の実態を訴え、派遣先企業への直接雇用を求めてですね、労働局への申告を行っております。で、私たちが掌握しただけでも今年2月以降31の労働局に対して65派遣先事業所の派遣労働者約280人がですね、申告を行っております。で、そういうもとでですね、一部の労働局では前向きの対応が始まってます。例えば兵庫の労働局などでは日本トムソンに対してですね、直接雇用を促す指導が行われ、是正も一定程度図られるなどの経験も生まれております。しかし全体としてですね、対応が遅れていると。で、31の労働局に対して申告がやられているんですが、指導助言を行っているのは7つの労働局に過ぎず、対応が非常に遅れております。で、さらにですね、申告の際にですね、労働者側に派遣期間や業務内容についての詳細な書類の提出を求める、それがなければ不受理にするというような、申請そのものを受け付けないと、労働者の申告権ですね、これ自体を否定するような動きに出ている労働局も生まれております。で、そういうもとでですね、今非常に切迫した状況になっていると。それで申告した労働者の場合でも、速やかな対応が必要なのに、もう解雇の日が迫ってきている、あるいはもう解雇の日が来てしまった、そういう事態に置かれている方が少なくありません。そこで私たち今日こういう緊急の申し出を政府厚生労働省に対して行いました。申し出の内容は4項目で、第1は派遣労働者の申告については速やかに調査に入り、必要な指導助言を行うこと、指導助言の内容を当事者たちに速やかに報告するとともに、現時点での調査状況などについても当事者たちの要望に基づいて報告すること、第2はですね、派遣労働者であることが確認されれば、口頭であっても文書であっても労働者の申告権を認め、不受理とするようなことがないようにすること、立ち会い人を求めることはもちろん、圧迫聴取などを厳しく廃止、親身に対応するという大臣答弁の立場を徹底すること、第3はですね、派遣期間制限を超えて働かせている場合は派遣先大企業に直接雇用正社員化の義務を果たさせる指導助言を行うことは当然だと考えるけれども、政府自身も自らの答弁あるいは通達の中でですね、直接雇用を推奨するとしておりですね、指導助言の内容についてはですね、直接雇用を促すと、これを進めるという方向での立場で行うこと、最後にですね、この取り組みをやる上で労働局の体制の強化が必要だという問題であります。で、これに対して大臣の側の説明は、まず第1点としてですね、できるだけ、指導を強めるようにしたいと思いますと、親身になって対応しますと、それから窓口によって、対応が異なるようなことがあったら大変申し訳ないと、だからそういうことがないようにするということをまず一点申されました。から二つ目にですね、違反行為があったら、個別に、自分のところまで、すなわち厚生労働大臣にまで行ってきていただきたいと。で、私の方からですね、個別の事案について、具体的に提起があれば、適切な是正を直ちに行うようにしたいということでありました。
でこの申告はですね、立ち会いがなくてもやれるようにし当然していきたいと。で法律の49条の3で、保障されている申告権をの趣旨をですね、無視するようなことは絶対ないようにしたいという約束がされました。まあ具体的な個々の事例についても個別に是正するということでしたので、ぜひこれは一つ一つ持っていきたいと思っております。それから3点目にですね、私どもの第3の要求に関わってはですね、この期間制限が超えている場合、つまり違法派遣の場合でありますけれども、そういう場合にですね、はですね、こう派遣元から派遣先に通知が、行われているということがですね、直接雇用を進める条件になってくるというふうなお話があったんですね。でこれはね、私はそれは大臣おかしいですよと。で偽装派遣、偽装請負というのはですね、その期間制限の停職日を避けるために偽装してるわけですから、偽装請負をやってるような派遣先、派遣元がですね、通知しっこないわけですね。まあ、共同で無法行為を働いてるわけですから、この通知をやられるってこと自体がありえないことなんだと。だから通知があったら是正するってことだったらね、是正されないってことになってしまうと。だから実態見てやってほしいというふうに申しました。でまあ大臣の方はですね、おっしゃることよくわかりますということをで答えました。そういうやり取りがありました。で最後はですね、体制の問題については行政改革ということを言われているけれども、そのことによってですね、角を貯めて牛を殺すと、つまり労働者の権利が、侵害されることになってはならないと、ぜひ体制強化については図っていきたいということをおっしゃられました。まあ、そういうことを、そういう一連のやり取りがあったということで、大臣の方もですね、ともかく違法については厳しくやるということが言われましたし、是正の内容についても直接雇用あるいは正社員化という方向の是正を否定されませんでしたから、そして個別の対応もどんどんやるということでしたので、ぜひ私ども力を入れてですね、今この違法派遣からの是正を求めて、首切りの撤回とですね、正社員化を求めている運動をですね、大いに支援し激励し連帯していきたいというふうに考えております。だもう一点ちょっと実は今日はやり取りがありまして、それがこれ急に私ども今問題にとして持ち上がっている問題なので、皆さんにお配りした文章なんです。これは3月31日付にですね、厚生労働省が出した労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準に関する疑義応答集というものなんですね。でこれが今現場で大問題になっておりまして、で簡単に言いますとね、派遣労働と請負との間 のですね、この区分をですね、うんと曖昧にしてしまって、偽装請負をですね、事実上推奨するような疑義応答集になっているという非常に重大な内容です。例えばページで端的な問題を見ていただきたいんですけども、2ページ目から3ページ目にですね、発注者の労働者と請負労働者の混在という問題がありますでしょう。でね、このつまり発注者の労働者と請負労働者ですね。で、これは混在していたもね、それだけをもってね、偽装請負と判断されるものではないと。つまりパーティションですね。つまり場所の区分ですね。されていなくてもね、混在してても、それだけをもって偽装請負にならないと。こんなこと書いてあるんですよ。で、しかしね、私、例えばキャノンに行って、長浜工場を見てきましたけれども、長浜工場は同じ社屋の中にですね、ともかくもね、請負会社が入ってるわけだけども、全部、こう、区画がされていて、それで、厳重にですね、この、区分もされていて、中に入るにもですね、許可が必要だと。厳格に区分してるんですね。もうそれでもね、現地ので私に応対した重役の方はですね、同じ社屋の中にいればね、偽装請負を防ぐことはなかなか難しいと。場所を区分していても、言ったぐらい、これ偽装請負になりやすい問題なんですね。
ところがね、この場所の区分なくてもね、混在しててもですね、それだけで偽装保険にはならないんだってことをわざわざ言いますとね、これはね、偽装保険をよね、防ぎようがなくなりますよね。もう隣の人が、発注者の労働者、で、請負の労働者が一緒になって、隣で働いてると。で、一体どうやってね、これ、偽装請負だって証明するのかって、本当にね、その会話もですね、全部チェックでもしてない限りですね、この偽装請負の証明難しくなってきますからね、こんな問題はね、まさに偽装請負推奨書になってると。それからね、その次のね、中間ラインで作業する場合の取り扱いでありますでしょ。でこれもですね、発注者の工場の中間ラインの一つを請け負っていることをのみをもって偽装請負と判断するものではありませんと。これもね、成り立たないことでね、ラインがこうあってですね、中間ラインの一つを受け持ってるってことになったらね、もうその指揮命令系統はですね、当然この、請負の元の会社じゃなくてね、その、こう、受け入れ企業のですね、側に指揮命令になるってのはね、もう自明の理ですよね。もう偽装請負そのものになってくるわけですよ。しかし、それも、のみをもってですね、偽装請負と判断するものじゃないと。これはずらっと並んでるんですね。ですからね、これはまさにね、偽装請負推奨の疑義応答書になってると。だからこれはね、はなはな遺憾だと。撤回すべきだと。いうことを今日は申しました。でこれに対しては、大臣の方はですね、企業側に立っているものじゃありませんということを弁明されておりましたけれども、私が強くですね、これ撤回を求めるということを申しましたら、検討したいというお返事でしたので、これは撤回しないとね、こんな偽装請負、無法の勧めみたいなことを厚生労働省やってることは許し難いことですから、これ強く求めていきたいと思っております。まあ、そういうやり取りがありました。まあ、引き続きこの問題ですね、私ども非常に重大な問題だと考えております。で、年末も大変な、派遣切りの被害が出ましたけれども、年度末にも大きな第2波の被害が起こり、そして夏に向けてもね、ずっとこう出血は続いております。ですから、そういう中でですね、違法派遣の下で働きながら、解雇は許せないと立ち上がった労働者をですね、行政の側がですね、きちんとその権利を守ることのために責任を果たすというのは当然であって、それをぜひ求めていきたいと思いますし、こう戦いに立ち上がった労働者への連帯もですね、しっかり党として取り組んでいきたいと思っております。以上です。趣旨のことですけども、はい、ここのモデレーションの4点を基本的に大臣は前向きに、そうですね、1,2,4 は4については基本的に前向きな前向きにきちんとやるということでした。3についてはさっき言ったようなやり取りがあって、通知が条件になるということをおっしゃったんで、現実を見て対応してほしいということを私が言って趣旨は受けたまったっていうことですね。そういうやり取りでした。ですからここはやはり現場の戦いが大事になってくると思います。麻生からどうなったんですか。官邸にはね、届ける手続きは取っております。ですからこれは所管はね、厚生労働省ですから、厚生労働大臣にお渡しするというのは筋だろうと思いましたが、まあ、総理も知っておいてほしいということでね、総理には届けるということで手はずをしております。今やってるとこじゃないかな、総務会室、総務会室に届けた、うん、まあ、これは大臣もですね、今日全体の、申し入れの中で私どもの申し入れについては前向きのお話でしたけれども、やっぱ実行が大事でね、現場はなかなかね、その通りに動いてないっていう問題があります。ですから、そこはやはり今後の国会での論戦と現場の戦いが車の両輪でどれだけ頑張れるかっていうところにかかっているというふうに思っております。よろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。